お客さんからすごい二郎系があると言われ、ベベさんにお邪魔してきました。個人的にも、前々から気になっていたラーメン屋さんだったので、嬉しいです。店内は、カウンター席とテーブル席があります。券売機で食券を購入する形式です。驚くことに、野菜増し増しが無料。ありがたき幸せ。また、食券を渡すときに店員さんにニンニクの量を聞かれます。自分は少なめにしました。ミッションモード突入。特製ラーメン、野菜増し増し麺大盛り、到着。思うほどの野菜の量、食べきれるか不安。次にまかない丼到着。店員さんが量多いですよと言ってた通り、丼にがっつり入ってます。野菜がっつりラーメンに丼もの、厳しいミッション。まずは素材集め。さすがに起きたから食べないというのは、できませんしね。野菜増し増しの注文の際は、鶏ガラというアイテムをゲットしといた方がいいです。撮影の時にお皿を回しちゃったのが崩れる原因だったかな。反省。とりあえず、収集片付け完了です。これはどっから食べていいのかわからない。大量のもやしを鶏ガラに移す作業から始めます。シャキシャキのもやしで、ガツガツいけちゃいます。もやしがなくなったら、鶏ガラをいっぱいにする、もやしエンドレスタイム。もやしエンドレスタイム、継続。もやしの他にも、キャベツが入っていて、大満足中。もやしエンドレスタイムも、そろそろ終わりそうな雰囲気。シャキシャキ感を感じながら、スパート。
鳥皿での食事、ごちそうさまでした。まずは、分厚いチャーシューをいただきます。柔らかくて歯ごたえがあって、絶品です。チャーシューがたくさん入っていて、幸せ。麺は茶褐色の太めの縮れ麺です。太麺最高。太麺の歯ごたえ最高。麺大盛りにしてよかったです。ガツガツいっちゃいます。水を飲んで一息。先は長い。食べるのが終盤に向かうにつれ、麺と濃厚スープの美味しさに、感無量です。結構お腹が満腹状態になってきました。野菜増し増しと麺大盛りは最高のボリュームですね。最後の麺とスープを楽しむひとときが最高です。スープの味は、豚だしがバッチリな濃厚スープに、ニンニクが加わりぶっちょぶ。味玉いただきます。濃厚スープに浸っていたのもあって、グッジョブです。スープも全部いただきます。特製ラーメン、野菜増し増し麺大盛り、ごちそうさまでした。まかない丼との戦い、開始です。かなりお腹いっぱいだから、無理かも。戦いは、男の姿！目標を確認して。一口サイズにカットされたチャーシュー。ご飯とネギに合っていて絶品です。卵の黄身を混ぜ混ぜ。チャーシューに黄身って贅沢感半端ない。また、黒ごまがかかっていて、ご飯がガツガツ進みます。ガツガツ行きたいんですけど、2品目となると。まかない丼もボリュームがすごいです。つけ麺のつけ汁用の器できますので。友人は、ギブアップしてました。
特製ラーメン大盛りとまかない丼の壁の前にノックアウト。自分も流れ的にやばいなぁ。水分補給タイム。チャーシューの多さに驚きました。それで400円って。まかない丼、ごちそうさまでした。特製ラーメンと、まかない丼の美味しさに感動しました。天地返しという技を使いたかったんですけど、忘れてました。今度お邪魔するときは、油そばを食べたいなーって、思っています。では、今回は、このあたりで失礼します。